ぬかた寺は、大阪府東大阪市にある新言宗経単立の寺院。この地の豪族であった、高内茂之が、大江2年に記した、ぬかた縁起によれば、茂之の先祖でぬかた首であった、高内みな人が、京から、高野山へと向かう具宝大師の宿泊場所として、公認年間に混流したとされる。この際に大師が、薬師如来像を刻んで安置するなどした。 天正年間に建立された本堂があったが1939年に火災で消失。この際に本尊であった薬師如来像がかろうじて仏像とわかるほどの大きな被害を受けたほか、自運に縁があり、明治初頭に廃絶した不動寺から移され、大詩時刻とされる不動明王像なども消失した。現在の本堂は1981年に再建されたもの。なお、 寺の周りには寺にちなんだ地名が残り、昭和30年代には寺の周辺より、鎌倉時代から室町時代の河原が見つかるなど、かつては広大な地域を持っていたとされる。2006年、一人の僧侶が、北条鉄道のボランティア駅長制度に応募し、針間下里駅に下里庵という寺を開いて、駅長住職となった。この僧侶が2009年から、 当時の住職を務めている。ありがとうございます。